はい、皆さんこんにちは、モロトフです。キングダムズリボーン続きをね、やっていきましょう。9年目の冬の半ばということで、現在順調ではありますが、いろいろとね、細かいところでは問題あるという感じですね。人口は131人ですね。で、キャップは139ということで、ちょっとね、余裕がないなと。なおかつ全く余裕がないのが木材ですよね。木材が全くないということで、なんでかっていうと、やっぱりね、人口に関連すると思っておりまして、人口がね少ないから動ける人がね少ないという感じだと思うんだよね。とはいえ肉体労働者がね、今見たところ10人以上はいるんで、ここら辺はねどんどん伐採するんじゃないのかなとは思うんですけどね、木がね。ただ前回ね、一応対策は講じていて、木をね大量輸入しようということで、480個ですよね、これをゲットしましょうということなんですけども、ちょっとスピードアップしてね、早く交易物をねゲットしたいなと思っております。改めましてね、コメント様々ありがとうございます。一つそんな意味でね、人口もっと増やしたいよねとね、まあ、ちょっと急激に増やすのは怖いんだけどね、まあそのためには統計局じゃなかった移民局ですね、これを久々にね稼働させましょうか。はい、じゃあ2人入れてこれでオンということで、ほら早速入りましたよ。就職が決まりましたということで、こっからがっつりがっつり人が増えていくでしょうと。それに合わせて住宅を我々は作らなければいけないですね。そうしないとホームレスが増えてしまうということなんですけど、その前にアップグレードしていきましょう。ここら辺細かいところね、アップグレードされてないんで。ちなみにアップグレードには石とレンガを使うよということで、レンガは結構あるんだよね。また売れそうなぐらいありそうですね。石もね、ぼちぼちあるということで、これはね、採石によってゲットしている石ですね。山から。はい。じゃあこれ使いましょう。はい。二つの家をアップグレードしましたよということで、暖炉も二つの家ですね。これで問題ないはず。合わせて家を作りましょうということで、結構多めに作りたいんだよな。ここら辺に作りたいんだけど、微妙にここ空きがあるんだね。しょうがない。まあ、じゃあ、こういった感じで作っとく。ここちょっとね、道をつけて、こんな感じで作りましょうか。低木なんかも今後あるからね、こういう隙間にはね、小さな木を植えていくっていうおしゃれな感じにしてもいいかもしれないね。で、これ1個だけじゃね、全然物足りないと思うんで、合わせてそうだな。あと2個ぐらい作っときましょうか。これでちょっと余裕が出てくると思うんだよね。そして道ですね。何より道を作らなきゃいけないということで、もう今後ね、道は有料道路を作っていきましょう。ちょっとお金高いけどしょうがないね。よいしょ。やっていきましたと。でね、もう一つコメントあったんだよね。お、よく気づいたなと思ったんだけど、これ、図書館なんですけど、ちょっとおかしくない？よく見て、何がおかしいって。目の前に道があるんだけど、この道がね、全く続いてないんですよね。これはね、申し訳ないけど、ぶっ壊すしてから反転ですかね。それしか道はないということでやっちゃいましょう。はい、図書館引き取りまして、一回転させて上にやるという感じですね。この道どうしようか。やっぱり低木対策をしときましょうかね。はい、じゃあこれもね、壊しておきましょう。よいしょと。ほいほいほいということですね。さあ、隣はなんだっけ？これも住宅なのか？ああ、住宅には木が不足してるよということで、慢性的な木不足がね、すべての建物に対して影響を与えているという状況ですね。そうか、そうか、なかなか厳しいな。あとはね、道を修正するという意味では、ちょっと気になってるのがこの道なんだよな。これ、釣りのとこの道なんだけど、まだ作られてないんだけど、これ、こういうね、うねり必要なのという感じがしていて、必要ないですよね。これ取っちゃいましょう。こういう感じで配して、あとここもね、取っちゃいましょうか。よいしょと、こういう感じですね。その代わりなんですけども、これ都市間道路を作って、こういう感じで、引いちゃいましょうか。多分なんだけど、これでいけると思うんだよね。よいしょと。はい。で、この人が多分ここで働く従業員ということで、食料がっつり取ってくれるんではないでしょうか。ちなみに食料は1600か。まあ、だいぶ前よりは増えたけど、もっともっと欲しいなというのが本音ですね。特にパンがね、全くないんですよね。パン早く作ってくれということで、まさに今パン作ったっぽいよ。だけど、数字上は現れてない。なぜならばパンを作ったら一回ね、倉庫に入れなきゃいけないよと。倉庫に入った時点でパンがここに表示されるんだよ。っていうことだと思います。さあ、パンの表示はされるでしょうか。されましたね。よしよしよし。
じゃあこれで問題ないね。あとは木を待つばかりという感じかな。そしてね、もう一つね、ここをずっと見ててね、心配なのが革なんですよね。我々ティア2の商品として服をね、20個すでに作ったんだけど、この原料がね、革なんですよね。革っていうのは野生の動物から取っていて、取ってる場所っていうのはこの狩り小屋から取っていると。ただね、野生の動物っていうのはそんな頻繁にね、出てくるわけじゃなくて、結局革不足がね、慢性的に起こってしまうということなので、どうでしょう。建設がいっぱいあるんだけども、羊の農場、これをね、二つぐらい作っちゃいたいんですけど、はい。やっていきましょうか。では、久々にね、カードを引いていきましょう。あるかな？ないね。養蜂場、そういえばどうなったんだろう。まあ、後々ね、チェックが必要ですね。パスして、羊、豚はあるんだよな。残念だな。ないね。じゃあ、もう一回パスして、移民局。うん。そして、果実か。果実採集場もね、なかなか欲しいけど、これもパスですね。あと来ました、ワイルドカード。これで確定ですね。これをゲットしておきましょう。よし。そしたら一つ目のね、羊の農場をゲットできるはずです。どこでしょうか？うん。そうかそうか。あるわけないよね。なんであるわけないかっていうと、右上見てください。羊の牧場はね、今研究途中ということで、もうちょっとしばらくかかるよと。あと5分ぐらいかな。ちょっと待ちましょうか。ね。よしよしよし。一応計画だってね、やっているんでいいんじゃないでしょうか。あと気になるところは木かなと思ったんだけど、木ようやく納入されましたね。交易で納入されました。なかなかね、値段高かったんだよな。ちょっとお金が不足しちゃったよね。本来ならばね、今ね、お金を貯めなきゃいけないんですよ。なんでかっていうとね、役場レベルアップしたいということで、3万ゴールドが必要なんですね。こっからちょこちょこちょっと貯めていきましょうか。ね。3万ゴールドが必要だっていうことで、売れるものはね、売りたいんですけども、現状ね、売れるものとしては唯一レンガぐらいしかなくて、あまりインパクトがないのでね、ちょっとやめておきましょうか。ただ、木が入ったことでガンガン使われてますね、木が。これによってね、建物がどん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 建設されているという感じで、建設者が6人になってますね。もうちょっと増やしておこうか。8人にしとこう。これによってさらに建築がね、すごいスピードでできていくという感じだと思います。現在の人口は133ということで、キャップにかなり近づいてますね。これはちょっと怖いので、ブーストさせておきましょう。多分ね、ここの住宅はね、速攻できるはずなんですよ。あとは市場は稼働している？なかなか人が入ってないのがちょっと不思議なんですけど、これ人がいないとね、こっからの物資って取ってこられるのかっていうのはちょっと不安なんですよね。うん。やっぱりね、人不足っていうのはどこにでもね、あるような状況ですね。そしてここでは何の不足かなというと、麺ですね。麺はやっぱり取れてないと。あとはね、原料である蜜蝋ですね。蜜蝋がないということですね。蜜蝋はどこで作ろうとしているんだっけ？ここですね。養蜂場。養蜂場もね、まだ作られていないということで、これもね、ちょっとスピードアップしておきましょうか。まんべんなくね、ブーストかけていくことが一番いいのかなと思いますね。あと、これはなんだっけ？これは学校ですね。なかなかね、立たないですよね。まあ、しょうがないと。そしてこれは確かパン屋だよね。うん。パン屋があると、さらに食料が増えていくよということで、現在1600を行ったり来たりしている状況で、服は50か。これ以上もう増えないだろうな。なんでかっていうと、川がもう8個しかないから。さあ、どうする？これによって羊の牧場がゲットできるんで、服のね、問題は解決しそうです。さらに我々は何が欲しいかなと思うんですけども、二つね、候補がありますね。一つは新しい入植地。そしてね、交易会社なんですけども、交易会社に今回はしとこうかな。ね。交易会社で木をね、定期的にゲットするなんかは今後ね、考えられるかもしれないから、そうしときましょう。はいと。で、牧場のカードをどうしますかと、もちろんゲットですね。なんならもう一つ欲しいからね、ワイルドカードで後で取っちゃいましょうか。で、牧場ですけども、どこにやるかですね、砂漠にできないのかちょっとチェックしておきましょうか。やっぱり砂漠に牧場なんかできるわけはないだろうという感じですね。そしたら木があまりないところ、特にこういったところに置くかな。いやーもうでもここら辺が広大だからここら辺にもうパッパって置いちゃおうかね。よいしょっと。はい。1個置きました。よしよしよし。もう1個置くという手もあるんですけどもどうかな。やっぱり置いちゃいましょうね。一気にね、羊毛が手に入らないと意味ないかなとちょっと思うんでやっちゃいましょう。そうだな、ここは住宅街になるわけでしょ。そして
たらここら辺にやる、ちょっともったいないな。敷地のねバランス的にここら辺にはやっときたいんだけど、すでにねここは確か免許ですよね、予定地としてあるよということなので、ここにやるか。ちょっと住宅近いですけど、住宅からはね特にクレームはなさそうなので、ここにやっちゃいましょう。ポツンと、はい、やりましたと。ということで、これで羊毛を後で設定しとけばいいんだよねと。その間は服はねどうしてもできないよという状況になりますね。そしてやった、ウォッカがとうとう作られ始めましたね。これによっていろんなね家がアップグレードしだすぞ。よしよしよし。おそらくだけどレベル4の住宅はすべてレベル5になりますね。よしよし、いいねいいね。さあ、面下やってるね。ブーストかけたいけど、ちょっと時間が必要だ、ブーストにはね。その間、こっちもどうなんでしょう。なかなか進んでないよ、ということでね。図書館も進んでないから、多分ね、テクノロジーのスピードはちょっと鈍化しているのかな、と思いますけども。そんな中、交易は特に今していない状況ということで、今回は革をね、取引としてゲットしておきましょうか。羊毛ができるまでのつなぎですね。革、革、革、どこでしょうか。はい、ありましたね。革、こちらですね。マックスで買ったらどんぐらいだ。また高いんだろうな。ツンツンと3800ですね。しょうがない。革、ゲットしましょう。ほいと。これでまたブーストかけときましょうと。はい。おそらくね、次回の動画で革が到着して、服がね、どん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 作られるという工程が見れると思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。それでは。